自民党や衆,院衆議院によりますと細田博之衆院議長はきのう午前軽い体調不良を訴えたためウクライナ最高会議のステファンチ区ク議長との会談を終えた後都内の病院で検査を受けましたその結果脳血管の関係で急遽予防的な治療が必要になったとして入院することになりました。関係者によりますすと、1週間程度入院する見込みで、 命に別状はないといととうことです細田議長はきょうから G7 下院議長会議に出席する予定でしたが海江田万里副議長が代理で出席します。